彼女は親父の遺産問題に胸を張って参加したいだろうね。となると財産権どころか家督争いにも食い込む気満々ってことになるで。いや、むしろ狙いは家督争い。碑文の謎を解く者に家督を、裏を返せば解けない者に家督は譲らない。確かにこの手紙の通りなら彼女はすでに黄金を握ってる。手に入れたいもう一つのものは後宮家の家督ってことか。